第5回第5番の部屋岩手県ザ・ファイブ・モーリー・ヨカに来ております。新しくていいね、うん、これがね、ヒノキやったらいいのにねっていうね話をスタッフ。ヒノキじゃないのこれは。いや違う違う違う、これ何のこれ、何これ何これ何これはは何だよねこれ。これ何ですかね。ベニヤまあですね、うん、岩手県に来たっぽいテンションで、ね、うん、今こんなになってましたけど、8月の15日から高崎フリーズから始まりますが、うん、まあ、そろそろこの辺ぐらいからあれするんじゃないですか。あれをね、うんうん、ぶっ飛んだやつをね。なんで そっちの方に行くあの新譜のあれですよ。そういや、そう、新譜のやつをね、はい、新譜のね、曲をもうそろそろやるんじゃねえかなみたいな話なんだけど、なんでぶっ飛んだ、わざわざぶっ飛んだみたいな、ね、うん、こと、飛び切りのやつも飛び切りのやつなんでそういうやつにそういうところに本当それ考えすぎだよ今鼻が鳴ったけど、ね、鼻が鳴ったけどそこの方が俺心配してる昨日 あれ行きましたよ、先月の第5番の部屋で言ってた宣言した、あれですよ。なんで出てこないの。ワンコそばワンコそばが出てこない。ワンコそば行ってね、まあその、まあ、先に何杯食ったかというと何杯食ったんですよ。すごいよね。結構うまいよ。あ、そうなんね。そば好きじゃない。好き好き、うん、多分帰りにぜひね僕多分ね20杯ぐらいでもうダメっていう。で、多分15杯ぐらいが大体そのかけそば1杯分ぐらい、うん、あ、そうなんね。いやでもね、吐きそうだったよ、終わった後というわけで、はい、以上第5番の部屋になります。わんこそばご覧ください。お茶になります。ん、もう次よ。こちらおそばを入れてまいります。お椀になります。すいません、いただきます。どうこれ。あ、めっちゃうまいっす。かわいくないこれ、なんかかわいいよね。お客さんが大河さんだけ。それでは、ワンの箸を鹿に持ってワンを入れお願いします。はい、はい、参ります。はい、どうも、はい、はい、じゃん、じゃん、はい、どん、どん、はい、じゃん、じゃん、はい、もう一つ、はい、まだまだ。これ、ゆっくり食べていいんですか。はい、自分のペースで大丈夫です。はい、どうぞ。まだまだいけそうですか。まだ大丈夫ですね。はい、頑張ってください。はい、どうぞ。これ最高ってどれぐらいですか。そうですね、男性は500杯です。マジですか。500 500 余裕やね。50は。はい、60杯です。おかわりお待ちします。結構来るね。はい、どうぞ。これ多分そば嫌いになる人とかいますよね、これで。はい、90杯です。頑張ってください。100頑張ろう。すげえ。お姉さんがあっちに行ってる隙にこれを閉めるのもあり。あ、私のいる前で。あ、いる前か。はい。はい、どうぞ。あ、そういう感じね。はい、じゃん、じゃん、はい、どうぞ。
はい、もう来た。行きます。いや、もう無理や。戦いが。はい、よいしょ。じゃん。はい、どうぞ。いや、これ持って食べるのはありですよ。そうですね。締めてほしい、入れてほしいな。お疲れ様でした。それではデザートお持ちしますので、しょうさん。デザートあるの？デザートあるの？123杯ですね。おー、素晴らしい。という感じで、123杯平らげました。おお。次は何杯目指しますか？いや、いかねえよ、しばらく。